横浜マラソンにエントリーされた皆さん、こんにちは。 RDC ランクラブ代表の八木由紀です。今回ですね、ランニングの情報配信の第3回目となります。はい。で、第3回目、今回のテーマは夏の暑さの中のトレーニングというところで、お話ししていければというふうに思います。はい。横浜マラソンですね、例年、10月の最終週に、大会が開催されます。はい。で、前回前々回のですね、動画の方も見ていただければというふうに思うのですが、10月の最終週に大会ということは、基本的にトレーニングは大会の3ヶ月前から半年前ぐらいからですね、しっかりと準備していければという話を、させていただいてたんですけども、そうなると、夏の期間ですね、はい、7月8月というのも、トレーニングですね、しっかりと行う必要があります。はい。で、そこでですね、まあ、夏場のトレーニングっていうのが、もう暑さの中でそもそも走りたくないだったりとか、まあ、ちょっと走ってみたんだけど暑すぎて体調を崩してしまったとかですね、そういったお話もよくあります。はい。で、夏場のトレーニングっていうのは、まあ、冬場とかですね、あとまあ春とか秋とかと比べてですね、どうしてもですね、気温も高くなりますし、まあ、湿度も日本だと高い状態なので、もう非常に蒸し暑い状態でのトレーニングとなります。はい。なのでですね、設定タイムだったりとか、まあ、走る練習の内容ですね、そういったものも少し考慮して行う必要がありますので、今回はですね、そちらを中心にですね、お話ししていければというふうに思います。はい。まずですね、夏場のトレーニング、一つポイントはですね、走る時間帯です。はい。日本ですね、8月になってくるともう30度を超える日っていうのも多くなってきます。その中でですね、まず、朝ですね、早朝の時間帯っていうのはまだ気温がですね、高い中でもそこまで高くなってないので、非常に走りやすい時間帯のポイントです。なので一般的には本当に早い方だと朝の5時ぐらい、はい、で朝の6時、朝の7時ですね、はい、そういった時間帯から走り出すのがおすすめです。またですね、夜の時間帯ですね、日が落ちてからの時間帯というのも少し涼しくなりますので、まあ、18時以降ですね、はい、に走り出す。こういった形で夏場はですね、朝早く、もしくは夜遅くですね、に走ってもらえるといいかなと思います。一方でですね、いや、そういった時間帯走れないんです、日中しか走れませんっていう方は、短時間でですね、はい、済ませるようにするだったりとか、あとは室内ですね、はい、ジムのトレッドミルって言われるですね、ランニングマシン、はい、こういったものをですね、活用しながら、体調管理をしながらですね、トレーニング継続できるといいかなというふうに思います。はい。で、また、トレーニングのメニューに関してなんですけども、こちらですね、ちょっと生理学的な要因も絡んできます。一般的にですね、冬場涼しい時のこのタイムで行けましたっていうのに比べて、夏場ですね、暑いとそもそも運動中の心拍数というのは、そういった涼しい時と比較して結構高くなります。はい。で、プラス10から15ぐらいだと思います。そうなるとですね、冬場に結構楽だったなっていう、設定タイム自体が夏場だとですね、心拍数がプラス10から15されてるとかなりきつく感じます。はい。ということはですね、冬場に結構きついなって感じて頑張ってやってたなっていうトレーニングは、当然ですね、夏場もっと難しくなります。はい。なので、夏場はですね、そういったところのタイムでいう設定タイムの質は追い求めずにですね、はい、ちょっとじっくりやっていくようなトレーニングを多めにする。はい。で、ですね、まあ、どういったことかというと、少し設定タイムゆっくり、はい、っていうところと、あとはですね、そういったゆっくりの中で少し長めにやるとか、はい、ただ長くやるにしても水分補給の時間をですね、しっかりととって脱水症状にならないように気をつけるといったところが、必要になってきます。ただですね、そういったじゃあゆっくり長いトレーニングだけやればいいのかっていうと、そうではなくて、当然スピードをですね、高めていくようなトレーニングもやっていきたいですね。なので、インターバルトレーニング等をやるときはですね、一つは、まあ、春、秋、冬とかにやってるようなトレーニングでいうと、少し長めのインターバルトレーニングとかではなくて、少し短めですね。はい。短めのインターバルトレーニングですね。はい、300メートル、400メートルとか800メートル。はい、そういったインターバルトレーニングで、休憩の時間をですね、しっかりと設ける。そうすることで適切なスピードを高めるトレーニングも行っていけます。はい。で、またですね、本数に関して言うとですね、やはり暑い中やってるとどうしても1本強度高いのをやりました、心拍数高いです、
で休憩時間中も暑かったりするので心拍数そこまでですね落ちたりしません。なので本数を重ねるにつれて、まあ、冬場に、比べるとですね強度自体もですねちょっと高い状態が続いたりするので、そういったことも考慮しながら、本数を決めるとかですね、あとは設定タイム自体をそもそもちょっとだけ落とし目にするとかですね、そういった工夫も必要になってくるかというふうに思います。さあランニングの初心者、そして今回ですね、フルマラソン初参加されますっていう方も多いかと思うんですけども、そういった方はですねこの夏場が過ぎてから秋から頑張ろうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ですね、これ一つポイントが、9月10月となってくると少しずつ涼しくなってきます、はい、でそこから頑張るっていうのも一つの手ではあるんですけども、夏場のこの期間ですねしっかりと頑張れてるとその後ですね、はい、涼しくなった時に夏の頑張りと同じぐらいの、頑張りの度合いで夏場より全然速いペースで走れていくようになります。はい、そういった意味では夏場ですね少し我慢して、はい、じっくりですねちょっと耐えながらという表現になってしまうんですけども、耐えながら夏の暑い期間をですねうまくトレーニング週に1回から2回、まあ、もう少し走れる方は3回4回とですねランニングのトレーニングができていると、秋以降のところでですねしっかりと調子が上がってきてですね走れるようになります。なのでそういった意味では夏場にどういったトレーニングをやるかというよりも、まあ、そこからですねしっかりと秋につなげるためにじっくりと継続してやれるといいかなというふうに思います。またですね人間の体というのは、暑熱順化といいまして暑さに少しずつ慣れてきます。はい、なのでですね、まあ、お知り合いの方とかですねランニングのコミュニティとかそういったところでさあ走るぞってなった時にですねそれまで普段あんまり外で走ってなかったとか走ってたとしても本当にそんなに走ってません距離とかもですねっていう方はいきなりやってしまうと暑さの中で一気にですね、はい、バテてしまいます。なので、夏の期間はですねまあどの時間帯に走るかにもよってくるんですけども、まあ、体感ですごい暑いなとか感じる中のトレーニングは少しずつ少しずつ、走る時間とか距離ですねあとペースっていうものも上げていければその暑さに体自体は慣れていきますので、そういった形でですね夏を乗り切ってですね、はい、で皆さん、秋のところでですね、まあ、自信を持ってあとはコンディションが自然と上がっていったりもするのでこの夏の暑い期間ですね一緒に乗り越えていきましょう。はい、というわけでですね、今回の情報配信は終了となります。はい、で今回ですね第1回目第2回目第3回目という形で配信していったんですけども、第4回目になっていくとですねもう結構トレーニングを継続している状態でさあより本格的なトレーニングやっていくぞっていうところでですね、秋のところに差し掛かってきますので、まずはですね、今回の動画を初めて見られた方は2回目と1回目もしっかりと見ていただきながらですね、はい、大会本番ですね笑顔で、はい、自信を持って迎えられるように、トレーニング継続していきましょう。というわけでまた次回お楽しみに。